皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。2022年5月15日に北欧のスウェーデンとフィンランドが NATO 北大西洋条約機構への加盟を申請しました。しかし NATO は加盟国の全会一致が原則のため、トルコが同意していない現在ではまだ加盟が認められていません。今回は日本と NATO の関係について外国人たちの反応も一緒に私、花の心がお届けしていきます。この動画が少しでも面白かったと感じていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。海上自衛隊は2022年6月6日に NATO の常設海上部隊と共同訓練を実施しました。海上自衛隊の戦術技量の向上と NATO 常設海上部隊との連携を強化するのが目的で、訓練場所は地中海。日本からは鹿島と島風が参加。 NATO からはイタリア海軍のフリゲート艦カルロ・マルゴッティーニとトルコ海軍のフリゲート艦サーリヒ・レイスが参加しました。訓練内容は主に戦術運動。戦術運動とは、指定された位置へ的確に艦を移動させる訓練で、高い操艦技術や正確な計算が求められるものです。海外の軍隊と共同で活動する上での基本中の基本ということでしょう。自衛隊の公式 SNS には、海上自衛隊は引き続き欧州諸国と共に2国間、多国間協力を積極的に推進していきますとのコメントも投稿されました。また6月7日には NATO 軍のトップを務めるロブ・バウアー軍事委員長が来日し、自衛官のトップである山崎統合幕僚長と会談。続いて岸防衛大臣がバウアー委員長と会談。岸防衛大臣がインド太平洋地域で NATO との関係を一層強固で不可逆的なものとしたい、欧州とアジアにおける安全保障は不可分だと結束を呼びかけ、台湾有事を睨んで欧米のインド太平洋地域への関与を促しました。岸田総理の NATO 首脳会議への出席も調整が始まっていて、バウアー委員長からはNATO とアジア太平洋地域の国々との連携強化について議論できることを楽しみにしていますとの発言もありました。連携強化が進む日本と NATO。 この動きは海外でも大きく取り上げられ、まるで日本は加盟国なのかと思ってしまうほど、外国人たちから多くの反応が寄せられています。日本の自衛隊が地中海で NATO 軍と共同訓練だって？これは相当にエポックメイキングな出来事でしょう。日本は歴史的にはヨーロッパの国と同盟を組んだことがあるし、こうして NATO と日本が連携を深めるのは別に驚くことではない。日本はいつも西側諸国の盟友だと示してくれていた。今回のことを見ると本当にその通りだとわかるね。そうなんだ。日本の海上自衛隊が地中海にまで行っていたんだね。超クールだね。日本の軍艦が地中海を航行してるってちょっと不思議な感じもするけど、それにしてもめっちゃクールだ。日本は西側諸国の一員だよ。自国の伝統や文化をちゃんと守りながら、欧米諸国と同じ価値観や哲学を共有している。日本が NATO と協力するのはすごく真っ当なことだと思うよ。日本は混沌とした世界情勢を前にして本気で対応しようとしているのが見て取れるね。日本は第一次世界大戦の時にマルタ島を拠点にして地中海の警備をした。そんな歴史もあるから、地中海には特別な感情があるんじゃないかな。こいつはすげえや。 NATO は忍者を味方につけたってことだね。 NATO へようこそ日本。
NATO にとって日本は盟友であり、最高のパートナーだ。NATO はヨーロッパと北米の30カ国から構成される軍事同盟。加盟国が他国から攻撃された場合に、お互いに防衛することで集団防衛を可能としています。加盟国のどこかの国が攻撃された場合に、集団的自衛権を行使して、NATO 加盟国が共同して対処することになります。創設は1949年4月。創設時の加盟国は、フランス、ベルギー、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イギリス、ポルトガル、イタリア、ルクセンブルク、アイスランド、アメリカ、カナダの12カ国。その後、1952年にトルコ、1955年に旧西ドイツ、1982年には民主化後のスペインが加盟、1991年のソ連崩壊以後は、ハンガリー、ポーランド、バルト三国、ルーマニアなどの旧東側諸国が加わり、2020年の北マケドニアの加盟で現在の30カ国となりました。スウェーデンとフィンランドが正式に加盟申請していますが、他にもボスニア・ヘルツェコビナ、ジョージア、ウクライナなどが申請には至っていないものの加盟を希望しています。ウクライナは憲法に EU と NATO への加盟を目指す方針が明記されているほどです。NATO 加盟国の軍事費の合計は、全世界の軍事費の 70% 以上を占めると言われ、加盟国は2024年までに各国の GDP の 2% 以上を国防費にすることに合意しています。NATO は軍事同盟ですから、さぞかし強力な中央機関があるのかと思ったら、実は NATO にはそんな超国家的な強力な中央機関はなく、各加盟国の権利は平等です。中央機関と呼べるものは、加盟国の政府代表が参加する北大西洋理事会 NAC North Atlantic Council ですが、多数決ではなく、すべての議題が全会一致によって決定されています。現在の NATO 軍は大きく分けて2つ。1つは作戦連合軍と呼ばれるもの。その名の通り、作戦を実行する実動部隊で、司令官はアメリカの欧州軍司令官が兼任します。もう1つは変革連合軍と呼ばれ、NATO 軍全体の変革を統括・主導するもので、司令官はアメリカの統合戦力軍司令官が兼任します。その他にも、サイバー攻撃を監視する情報通信局や、ロシアによる世論操作などを監視する戦略コミュニケーションセンターなど、時代に合わせた組織も備わっています。海外からのコメントには、日本は NATO に加盟してほしいといったものもたくさんありました。私は日本が大好きです。だから日本が NATO に加盟してくれるなら大歓迎します。日本は経済大国だし、自衛隊の軍事力は強大だ。日本が NATO に加盟するなら全く異論はない。もろ手を挙げて大賛成だ。日本が NATO に加盟するのは難しいのかな。日本は北大西洋じゃないからな。共同演習するのが精一杯なのかな。日本は昔から和をもって尊しとなすって言うらしいじゃない。そんな国こそ NATO に加盟してほしいよね。ついに NATO が北大西洋から飛び出して拡大だ。日本が NATO に加盟するなら大歓迎さ。日本はいつの日か正式な NATO 加盟国になれるの？日本を正式に NATO に招待しようよ。NATO は以前から門戸は開いてるけど、さすがに太平洋に面してる日本が NATO に加盟するのは無理だろうね。日本が加盟しちゃったら、もはや北大西洋条約機構じゃなくなっちゃうからね。日本に加盟してもらって、
名称も北半球条約機構に変更だ。日本は NATO 加盟国と価値観を共有できる西側諸国の大切な仲間だよ。日本は NATO に加盟しないのかな？して当然な気もするんだけど。日本は NATO のグローバルパートナー国です。グローバルパートナー国は日本の他にも韓国、オーストラリア、ニュージーランド、イラク、アフガニスタン、パキスタン、モンゴル、コロンビアなど計9カ国。 NATO とパートナー国はルールに基づいた国際秩序や制度を維持していくために協力していく関係です。日本が NATO との関係を深めていったのは2007年のこと。当時の安倍首相が日本の首相として初めてベルギーの NATO 本部を訪問して以来です。グローバルパートナー国になったのもその時から。日本が NATO と関係を深める目的の一つはアジアの安全保障について考え方を NATO と共有するためです。 NATO にとっても日本と協力を進めることには意義があります。もともと NATO は冷戦時代の東側の軍事同盟であるワルシャワ条約機構に対抗するものでした。1991年にソ連が崩壊し、冷戦が終結して21世紀に入ると、テロや大量の難民、不法移民といった新たな脅威が現れてきました。加盟国以外の国とパートナー関係を結ぶことで、こうしたグローバルな新たな脅威に共同で対応し、安全保障体制を構築することができます。日本の具体的な取り組みでは、例えば自衛隊は在日米軍と武器や弾薬の相互運用性を確保するため、NATO 弾と呼ばれる NATO が定めた共通規格の小銃を採用するなど、兵器に NATO 規格を採用しています。また、ローマにある NATO 国防大学に自衛官を留学させる。NATO の災害派遣演習へ自衛官が参加する。国際 PKO 活動の経験のある女性職員を NATO に派遣する。などといった人の面での連携も行われています。もっと踏み込んで、日本の NATO 加盟を提唱する意見もあります。NATO をグローバルなものに発展させた上で、日本だけでなくオーストラリアやシンガポール、インドやイスラエルを加盟させようというものです。 NATO との関係を深めつつある日本を称賛するコメントはまだまだ続きます。僕はもともと日本のことが大好きだった。今のように混沌とした世界情勢を前にして、最近の日本のやってることや態度を見ていたら、ますます日本が好きになったよ。こうした骨のある態度を示してくれる日本に敬礼。日本も決して他人事とは思えないんだろうね。なんてったって日本はロシアと領土問題を抱えているし、地理的にもすぐ近くだしね。私の父は第二次世界大戦の時に太平洋地域の戦いに参加していました。日本のこういう動きを見て、父はきっと喜んでると思います。日本はもうそろそろ NATO に加盟するときに来てるんだよ。絶対に日本にとってもプラスになるはずだよ。私は最近、日本に生活の拠点を移しました。その決断は 100% 正しかったと、とても感じます。私は今年で52歳です。今まで車は日本車オンリーでした。日本のことが本当に大好きなんです。世界の平和のためにどんどん積極的に動いている日本を見ていたら、さらにさらに日本が好きになってしまいました。NATO と海上自衛隊が地中海で共同訓練を実施。これはもう NATO にとってはアジアが、日本にとってはヨーロッパがとても重要だと思っているという強烈なメッセージでしょう。日本が NATO に加盟するかどうかは別として、地域の安定と世界の安定は不可分だというメッセージにもなっている気がします。
NATO との関係がさらに深まってくると、日本の国内では憲法上の問題はないのか、憲法改正をすべきじゃないのか、といった議論も湧き起こるかもしれませんね。いかがでしたか？よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。